セリアック病、またはシリアック病は、麦に含まれる、タンパク質の一種であるグルテンに対する免疫、反応が引き金になって起こる、自己免疫疾患である。遺伝性疾患であり、グルテン関連障害の一つ。第二次世界大戦中のヨーロッパで、グルテン食との関連が指摘され認識が広まった。欧米での罹患率は1%程度と報告されているが、 日本での頻度は不明である。小腸内の上皮細胞には、重毛、微重毛と呼ばれる小突器が存在して、栄養の吸収を行っている。セリアック病の患者がグルテンを含有する食物などを摂取すると、人の消化酵素では分解できないグルテン分子の一部が、小腸上皮組織内に、ペプチドさのまま取り込まれ、これに対する免疫反応が、 きっかけとなって、事故の免疫系が、小腸の上皮組織を攻撃して、炎症を起こすことで重毛などを損傷し、また、上皮細胞そのものの破壊にまで至ってしまう。この結果、小腸から栄養を吸収できなくなり、食事の量などに関わらず、栄養失調の状態に陥る。患者の近親者に、セリアック病患者が見られることから遺伝的要因が、 大きいとされており、セリアック病の人のほとんどが、HLA ドラゴンクエスト2、または、HLA ドラゴンクエスト8が陽性である。この疾患は他に、グルテン成長症、または、セリアックスプルーとも呼ばれる。英語では他にもグルテン拒否症、非熱帯成長症、グルテン過敏成長症など様々な別名がある。シリアックという単語はギリシャ語、カッパヨタラムダヨタアルファーカッパ。 コイルコスに由来しており、古代ギリシャにて本疾患を記述したとされるカッパドキアの荒れた様子の著作の翻訳に基づき、19世紀に導入された。セリアック病の症状は、消化器官の損傷が直接的に影響するものと、損傷が副次的に影響するものに分けられ、過敏性腸症候群、クローン病、形質炎、慢性疲労症候群などと似ている。 大部分の患者は、グルテンを含まないグルテン除去食が唯一の認められた治療法となる。セリンプロテアーゼの消化酵素を使った治療法は、試験段階で認可された、医薬品はない。ありがとうございます。